皆さんこんにちは、アースノアです。今日はですね、アースノアでお客様お悩みナンバーワンのことについて少しお話ししたいなと思います。何がお悩みナンバーワンかというと、大体来られるお客様は植物を枯らしてしまうから自分には生き物を育てる資格はないんじゃないかと、こう自信をなくされているお客様がいらっしゃいます。やっぱりそう、生きているものをね、死なせてしまうから、もう購入するのはもう怖いというか、かわいそうだからもう購入ができないということでね、植物離れをされている方がほとんどです。この植物がね、枯れる原因の8割っていうのは水やりの失敗っていうのが結構大きな原因になってきます。今日はその水やりの失敗をどうやったら解消できるかなっていうところで、皆さんにねご紹介できたらなと思います。今日のね動画を見ていただいて、一鉢からでも植物をお家にお迎えしてみようかなと皆さんが思っていただける動画になっていたら嬉しいです。皆さんからよくあるご質問の中で、よくね、水やりの頻度って実際のところどうしたらいいんですかと聞かれることはほとんどなんですけれども、この水やりの頻度っていうのは一概にちょっと言えないところがあって、なぜかというと使っている土の種類にもよりますし、その土が乾きやすいものなのか乾きにくいものなんかでも変わってきます。あとはそのお家の環境、湿度が多いところなのか、すごく乾燥しているところなのか、日当たりがねいいのか、すごく陰っているのかとか、いろんな要因があるので、一概に例えば週何回あげてくださいねっていうのが実際のところ言えないのが現状です。もちろんお客様のね現状をお聞きして、こちらからアドバイスをさせていただいてるんですけれども、やはりこう 100% そのお家に住んでいない分、その 100% のこうお伝えっていうのがやっぱりなかなかできなかったことが、私もすごい悔やまれるところがあるんですけれども、じゃあもっとお客様自身が分かってお水やりが心配なくできるなんかいいものないかなと思って探していたら見つけちゃったんです。その名も水やりチェッカーサスティ。聞こえましたと、声が高すぎて聞こえなかったかもしれない、サスティです。サスティとの出会いはとても私を感動させたんです。こんなに簡単な目安こんな簡単なものがあるのかと、こんな一目で分かって水やりのね目安が分かるものがあるんなら欲しいみたいなね、自分がもし植物のことを全く知らなくても、これ絶対欲しい、普通に欲しい、超欲しいみたいにねなったものがあります。ででん、こちらが例のサスティでございます。見えますかね、ちょっと薄いんですけど、サスティって書いてあります。このサスティ、この後ろのね植物さんからちょっとお借りしてきました。はい、土にね刺さっていたので、ここ土がついてるんですけど、ここから土のね水分を吸収して、こちらが水色にね変わっていたら水分があるよっていうことで、こちらがもし白く、元通りに白く戻っていたら、お水そろそろあげてくださいねっていうタイミングなので、すごくわかりやすいです。こんなに違うんだよ。はい、このサスティ鉢に刺しておくだけなんですよ。プスッとね、鉢の、まあ、土にこうプスッと刺すメーターなんですけれども、これ電池もいらないし、ほんと何もいらないです。その写真の上をね刺すだけなので超簡単なんです。刺してお水をあげたら、水やったよ、水が土の中に含まれてるよっていうのが分かるものになっています。このサスティなんですけど、もう間違いなくね水やりができるので、もう安心してどの植物でも誰でも栽培できるっていう、とっても素晴らしいメリットが溢れてるので皆さんにおすすめしたいんですね。で、こう観葉植物ね、こちらにもあります。観葉植物、多肉植物、今人気ですね。あとはラン、草花、野菜、ほんといろんな植物にね使える水分チェッカーになってます。
のそれぞれの植物によって快適に育つことができる水分域っていうのがあるんですけれども、それをこう有効水分域と言います。はい、このサスティは、有効水分域を色で表示する世界で初めての家庭用水分計になります。世界初です。見つけちゃいました。そんなもの知ってる人もいるかもしれないですけど、まだまだ知らない人が多いかなと思うので、今日はねそのご紹介です。このサスティは鉢の大きさサイズによってお値段など変わってきますので、そちらは詳細の方をねぜひご覧ください。もっとね皆さんが気軽にお家に植物を迎えていただいて、生活のね一部に取り入れていただいて、植物の癒しだったりパワーっていうのをもう存分にね恩恵を受け取っていただけたらなと思って、今日はねこの動画にしました。明るく元気に穏やかに皆さんの生活が潤いますように。はい、今日もご覧いただきありがとうございます。いいねと思っていただけたらチャンネル登録やグッドボタン、通知をオンしてもらうと上げた時にまた通知がね自動に行きますので、ぜひそちらもご登録お願いいたします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。